初代ハーディング子爵ヘンリー・ハーディング元帥は、イギリスの軍人、政治家、貴族。陸軍軍人として、ナポレオン戦争に従軍した後、トーリー党所属の政治家となり、同党政権下で、閣僚職を歴任した。1844年から1848年に、かけては、インド総督を務め、第一次粛戦争を指揮して勝利し、ペシャワールやカシュミールを獲得した。 1785年3月30日、スタンホープ教区牧師であるヘンリー・ハーディングの息子として生まれる。母はその夫人フランセス。1799年7月23日、少尉として陸軍クイーンズ・レンジャーズに入隊。1802年3月に第4不評連隊の中位に昇進。1803年7月に第1不評連隊。 さらに1804年4月には第57不評連隊へ移籍した。1811年に中佐に昇進。ナポレオン戦争に従軍し、1813年6月にはビトリアの戦いに参加し、負傷している。同年7月のピリネの戦い、同年11月のニベルの戦いにも参加した。1815年6月16日のカトルブラの、 戦いでは左腕を失う負傷をした。その二日後のワーテルロウの戦いにも参加した。1821年7月には大座に昇進。1830年7月には少々に昇進する。1820年から1830年にかけて、ダーラム選挙区から、トーリー党所属の庶民委員議員に当選した。1830年には、セントジャーマンズ選挙区。 1831年には、ニューポート選挙区。1832年には、ローンセストン選挙区から選出され、貴族院に移籍するまで当選を続ける。1823年4月に、リバプール伯爵内閣の補給長所期間に就任した。続いて1828年6月には、第一次ウェリントン公爵内閣の戦時大臣に就任する。 1830年7月から11月にかけては、閣内大臣としてアイルランド担当大臣に転じる。1841年から1844年にかけては、第二次ピール内閣で、再び戦時大臣に就任。1844年5月に、インド総督に就任した。当時インドでは、国王国との改戦間近という政治情勢になっていたため、 新総督には軍人がふさわしいと考えられており、ウェリントン公爵がハーディングを推挙したという経緯だった。1845年12月より第一次、祝戦争の先端を開き、統制が取れていない祝軍を火力の優位で撃破した。しかしハーディングは、パンジャブ併合には踏み切らず、祝を独立国として残しつつ、1846年3月に、 ラホール条約を締結させて、ペッシャワールやカシミール、サトレジ川ナンの地の活譲を受けた。祝戦争の勝利は、イギリス本国でも高く評価され、ビクトリア女王から、ハーディング死者区位を与えられ、議会からも感謝状が出された。内政では、ガンジス大運河工事を再開させたり、茶の栽培を推進したり、タージマハルはじめ遺跡の保護に努めた。ハーディングは、 自分が、祝戦争のために総督に据えられたと理解していたので、1846年6月のピール保守党政権崩壊、ラッセルの保育政権誕生を機に辞職しようとしたが、ラッセル首相や、イギリス東インド会社役員会から戦火が強固になるまで職に泊まるよう遺留されたため、その後もしばらく在職した。 市区が条約を履行したことを確認した後の1848年1月に退任した。1852年中に短期間成立した第一次、ダービー伯爵内閣では補給庁長官を務めた。1852年9月には、軍職の陸軍総司令官にも就任した。1854年6月に大将に、昇進。さらに1855年10月には元帥に、 昇進した。1856年9月24日に死去した。ナポレオン戦争で歴戦し、祝戦争を勝利に導いたため、軍人として第一級の評価を受けている。尊大な態度を見せず、物静かな性格だったという。1821年に、初代ロンドンでリー公爵ロバート・スチュアートの娘、 エミリー城と結婚し、彼女との間に、第二代、ハーリング死者区位を継承するチャールズ・ハーリング以下4、こう設けた。チャールズの子チャールズもインド総督を務めている。ありがとうございます。